壁の色がどんな影響を及ぼすのか考えたことはありませんか？木製の机で仕事をするとプラスチック製の机で仕事をするよりもクリエイティブになれるって思ったことは？身の回りにあるもので生活がより良く、もっと明るくする秘密をお教えします。まずは壁。持ち家の方は壁を何色にしようかなかなか決められなかったんではないでしょうか。コストを抑えるのが最優先なら白にする方が多いと思います。部屋の壁を白にするのにはポジティブな効果があるんですよ。部屋を広く静かで清潔な雰囲気にすることができます。ですが実は白いペンキってほとんどが純粋な白ではないんです。建築家やインテリアデザイナーによると白いペンキには淡い青や赤、黄色、緑が入っていることがあります。自分の家の壁の白さをチェックしたいという方は白い紙を置いて比べてみると分かりますよ。同じ白いペンキでも例えばシアトルとフロリダでは違って見えるってご存知でしたか？着ているものによって目の色がわずかに違って見えるようなものです。壁の白いペンキは住んでいる場所や建物にどんな光が当たるか、どんな家具を置いているかによっても見え方が違ってきます。最近眠れなくて困っている方は部屋の壁をすべて白に塗るといいかもしれません。睡眠の専門家によると白でまとめたベッドルームにすると気が散りにくくなり、静かで落ち着いた環境になるのでゆったりリラックスした気分になれるんだそうですよ。色が人の気持ちや行動に与える効果を研究する心理学があります。明るい黄色の部屋にいるととても活動的になったり少し不安を覚えたりしたことはありませんか？また薄いブルーに囲まれると落ち着いてリラックスした気分になるのはなぜでしょうか？ここでカラーホイールに注目してみましょう。ホイールの赤系統、オレンジや黄色を含む部分は暖色系です。暖色は色合いによってある範囲の感情を呼び起こします。暖かさや快適さ、アクティブで興奮する感じ、さらには怒りの感情さえもが含まれます。そしてホイールの青系統の部分は寒色系といい、そこには青、紫、緑が含まれます。基本的には鎮静作用のある色なのですが悲しさも含まれますので、部屋の色に取り入れるときはどんな色合いの青にするか注意してくださいね。さあ、お家の配色は決まりましたので次は家具の配置を考えましょう。風水はご存知ですよね。何千年もの歴史がある古代中国の風習です。納得いくまでソファーを動かし続けることではありませんよ。風水は文字通り風と水を意味します。文化的にこれらの要素が健康と幸運に関係するんです。家がきれいに片付いていると人生の目標や理想を達成しやすくなるというのが風水の主なテーマです。クリエイティビティがうまく発揮できないと感じていろいろ試したという方、もう一つだけ試してみてください。作業環境に木製のもの、または植物や木を加えてみるんです。日常生活にもっとインスピレーションや情熱が欲しいという方は、香りがついていてもいなくてもいいので身の回りにキャンドルを置くといいですよ。さて、玄関周りはどうでしょうか。私たちは意識せずに多くのドアマットに出会っています。歓迎する雰囲気のものも時にはしない雰囲気のものもあります。今はいろんなスタイルや色のものがありますよね。でもドアマットの正しい置き方について考えてみたことはありますか。ドアマットの機能は家に入る前に靴の底をきれいにすることです。そのためにはドアマットを横に、マットの縁をドアの縁に平行にして敷くのがいいとされてきました。でも実はこれ間違っているんです。ドアマットは縦に、通りから家までマットを歩く距離が長くなるように置くべきなんです。こうすれば家に入るまでにマットを踏む歩数が増え、家の敷居に入るまでに靴の底がよりきれいになります。ここでも風水のことを考えるなら、ドアマットの色は入り口のドアの向いている方角によって決めるべきだとされています。スマホでコンパスのアプリを開いてドアがどの方角を向いているか調べてみましょう。南なら理想的なドアマットの色は赤、紫、濃いオレンジ色、ビビッドな黄色、または濃いピンクです。北向きなら白やグレーのようなメタリックな色です。風水で運気をアップするには不要なものは処分するのが基本です。
ついつい捨てずにいる古い新聞や子供の頃集めていたけれど今はもう使っていないもの、そういうものはすぐに捨ててしまいましょう。実はこれ、有名な片付けコンサルタントの近藤麻理恵さんの推奨する秘訣なんです。ご近所の人が大量の服をまだタグがついているものさえ処分しているのを見たことがあるかもしれません。彼らにその理由を聞いてみるとこう答えるんです。ときめかないから。ときめくものだけを残すのが近藤さんのモットーです。他には服を畳んで立てるというコツもあります。意外かもしれません。従来はシャツを畳んで重ねますよね。でもそれだと着たいものを出すには畳んだ T シャツを入れた引き出しをそこまで探し、また後できれいに入れ直さないといけなくなります。 T シャツでもタオルでも立てて入れれば小スペースになるだけでなく探しているものを見つけやすくなるんですよ。家中を模様替えして風水もバッチリに整えられましたか？それなら次は掃除グッズを手作りしてみませんか？簡単に作れて環境に良くて気持ちの良い午前中を過ごせます。例えば全て自然の素材で普通に身の回りにあるものを混ぜるだけで作れる多機能の洗浄剤、お酢4分の1カップ、重曹4分の1カップ、液体ソープ1プッシュ、水2カップをよく混ぜたら出来上がりです。簡単でしょ？すぐに使えますよ。これをスプレーボトルに入れておけばいつでもお掃除できます。服やカーペットについた落ちにくいシミも落ちやすくなります。1時間ぐらい時間があるなら他の DIY もしてみませんか？ガラス容器に入った食品ってありますよね。中身が空になったら瓶を洗って再利用しましょう。中くらいの大きさの容器はサボテンを育てたりハーブを植えて吊り下げたりできます。まず排水や通気のためにそこに2センチメートルほど石を入れ、その上に土を入れます。そしてハーブやサボテンを植えて紐を巻きつけてキッチンや寝室のベッドサイドテーブルの上なんかに吊るすんです。植物が得意でない人はガラス容器をアロマディフューザーにできます。ラベンダーやローズマリーなどの精油を数滴垂らし水で希釈して引き出しに眠っていた古い割り箸を入れましょう。それで完成です。湿っている側が香りを拡散するので時々割り箸を上下入れ替えてくださいね。今回ご紹介した方法を試してみたいっていう方、コメント欄でぜひ教えてください。それではまた。人生はブライトサイドで。